ちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日は川原さんと一緒に、私がずっとやりたいと思って練習しようと思ってたキャスターを上げたままの段差の折り方を、まあ、作業療法士目線を踏まえながら、なんかこんな全然私の車椅子と全然違うけど、まあ、それをこうやってもらいながら、できるだけ取得して帰ろうと思います。やっぱその段差をキャスター上げして降りることができれば、もうめっちゃ上手い人は階段も一人で降りてったりすることができるので、なんか目指せそこをやっていこうと思います。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまずはどんなことから始めたらいいですか？とりあえず段差を降りる際にすごい衝撃が加わるので、その衝撃に耐えるためにはゆっくりと段差を降りる必要があって、まあ、そのためにはちょっとできるだけそのキャスター上げの状態をキープするようにしたいんですよ。なので、まあ、30秒目安にちょっとキープ練習していきたいと思います。じゃあまず見本から行こう。見本からちょっと坂なので難しいですけど。これでやるってやばいからです。自分の、まあ、ベストなバランスのところを見つけて、まあ、ちょっと傾斜があるときは後ろに倒れそうなときは後ろに回して、前に倒れそうなときは前に回すっていう感じで、ちょっと30秒目安に。そう、私お腹に傾斜があって常になんか鉄板が入ってるみたいな感じの傾斜があるから、折り曲げるのがすごい難しいっていうかね、縮めることがすごい難しいっていう部分がちょっと私の言い訳部分できない言い訳の。よし、じゃあやってみます。緊張する。そうですね、結局、うん、あの降りるときに前にちょっと行かないといけないので、まあ、前に進む分には全然ない。そう、一段段差だったらね、ちょっと進んでてもいいけど、階段だったらアウトだけど、ね、じゃあ次はいよいよ降りる一段やってみますね。はい、じゃあ前後に、危なくないように立ってもらいながら、ちょっとカメラは定点でやってみよう。キャスター上げの時一回後ろに下がるので、うん、できるだけ近づいて、うん、あんまりなんかその移動がないように、うんうん、さっきのキープを活かせるようにちょっとできるだけ近づいて上げます。で、できるだけゆっくり前に進みながら降ります。ゆっくり降りるっていうイメージで、はい、降りてみます。はい、後ろも
と思います。この介護用車椅子でも健常者 VS このアクティブ系のスポーツのね車椅子の下半身麻痺体幹効いてません。さあどっちが勝つでしょうか。いい、はい、はい、どっちでいいの。よーよーいスタート。から回んなくて、ちょっと小刻みに震えてるけど、そうすごいね。夏とかね、もうやばい。ほんとちょっと動くだけでも汗だくなる。いやー素晴らしい、勝った勝った、はい、はい。ということで、私のセンスが輝きすぎてなんかあっという間に一段の段差降りることができました。やっぱちょっとね、皆さんの参考になるか正直わかりません、ハイセンスすぎて。ただやっぱ降りれることで行動の幅というか一人でできることっていうのも増えるし、やっぱり車椅子のこう技術を向上させる、全般的にね向上させることで本当に自分にとってプラスになると思うので、ぜひぜひいろいろチャレンジしてみてください。はい、まあ、今回私は作業療法士として、まあ、渋谷さんと関わらせていただいて、そうですね、車椅子の段差降りキャスター上げの動作指導だったり、うん、まあ、その練習する環境の調整だったりっていうところをメインで関わらせていただきました、うん。まあ、こういった風に作業療法士っていうのは、うん、その対象者さんの生活全般、うん、生活全てをの希望を叶える職種なので、まあ、どんどん対象者さんにもアプローチはするんですけれども、うん、まあ、渋谷さんのように、まあ、対象者さん側から、うんうんうん、まあ、生活の希望だったり、うん、まあ、こういったことがやりたい、こういったことをできないかなっていうことがあれば、うん、まあ、悩まずにどんどん作業療法士だったり理学療法士だったり、うん、まあ、周りの同じ対象者さんだったりっていうのに相談することが大事かなと思います、うん。ね、なんか今入院してる人とかもそうだし、まあ、通院リハとか、まあ、関わってる人たちはこうちょっと疑問に思ったとこととか悩んでることとかをまず言ってみる。まずどうしたらいいかな、なんかいい解決方法ありますかって言ってみるのはすごい大切だと思います。はい、はい、じゃあこんな感じで、じゃあこの動画が、役に立ったらいいなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンとあとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。